ある手は、大久保系による日本の漫画。大久保の初連載作品であり、コアミックス発行の月刊コミックゼノンにて2013年10月25日発売の12月号より、連載開始。月刊コミックゼノン編集部の久永健氏のことによれば、大久保にはルネサンス期のイタリアを舞台を描きたいという熱意があり、その熱意に編集がほだされる形で連載が始まった。 2021年1月時点で単行本の累計発行部数は140万部を突破している。2014年のネクストブレイク漫画ランキングでは15位に選ばれた。16世紀初頭のルネサンスの後期。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどの巨匠が15世紀に活躍したルネサンス文化の中心地、芸術のとフィレンツェから物語は始まる。 フィレンツェの裕福でない貴族の娘であるアルテは絵を描くことにのめり込んでいた。父が亡くなり、男に気に入られて結婚し、まともな生活を送ることを望む母と反発し、アルテは家を飛び出す。画家となるべく画家工房を回るが、アルテが女であるというだけで相手にもされない。唯一自分の絵を見てくれたレオの工房に引き取られるが、レオは貴族娘のわがままと思い。 弟子にするつもりもなく、テンペラ画の地塗りを一晩で二十枚作るという無理な課題を命じる。翌朝、課題を仕上げたアルテにレオは画家を目指す動機を尋ねたところ、職人になるのが目標ではなく、自分自身で生きる道筋を見つけたいと答えた。レオは自身が物語出身であり、アルテと似たような動機で画家を目指したことから、アルテの弟子入りを許す。 女のが神習いであるということで周囲の反発も多かったアルテだったが、持ち前の明るさと頑張りで男女の壁を乗り越え、徐々に理解者を増やしていった。ベネツヤ貴族の有利は、そんなアルテが働いていた様子を見て、気に入り、アルテを、名の家庭教師にと雇おうとするが、アルテはこれを断る。そんな中、レオの師匠の娘、ルザンナが、身オモの体で、レオに会いに来る。 夫が亡くなり、夫の実家から持参金を返してもらおうとしたのだが、相手にされないというのだ。それを知ったアルテは、有利と掛け合い、ルザンナの助けとなることを条件に、有利の申し出を受け、ベネツィアへと旅立つ。ベネツィアでは、これまで何人もの家庭教師が辞めていった、有利の名、カタリーナの家庭教師となる。礼儀作法も完璧で何一つ教えるようなことのない、カタリーナだったが、 両親の前では、礼儀作法のできない娘を演じていた。事情を知ったアルテは、カタリーナとのわだかまりもとかし、カタリーナの母であるファリエル家夫人ソフィアとカタリーナの肖像画を描き上げる。スポンサーになるという有利の申し出を断り、アルテはフィレンツへと戻った。ベネツヤ大貴族の肖像画を描き、なおかつ申し出を断ったという噂もあって、 フィレンツェのレオの工房に戻ってきたアルテには、貴族たちから夫人や霊場の肖像画の作成依頼が舞い込むようになる。貴族出身の教養ある女性ならではの視点で描かれる繊細で柔らかな肖像画は、顧客を満足させたが、女性であるがゆえに宗教画の注文が来ないといったような壁にも当たった。その一方で、アルテのさらなる成長のために、 レオ以外の親方のもとで修行させるべきではないかという話が持ち上がってくる。恋の孔はテレビアニメ版の声優。アニメの最終話で舞台のモデルとなったサンタマリアデルフィオーレ大聖堂。サンタマリアデラサルーテ聖堂ベネツィアのカナルグランデを走行するゴンドラ2020年4月から6月まで東京 MX 他にて放送された。アニメーション制作は セブンやアークスが行い、同社のグループ再編後最初の作品である。コミックス発巻までのストーリーをもとに制作され、概ね原作通りの展開で描かれている。最終回については、レオが病で倒れたために、レオが受けていた教会の天井側をアルテが代行することになり、画家の弟子たちと共に描き切るというアニメオリジナルの展開となった。インターネットでは FOD にて、 地上波最速放送と同時に配信、ありがとうございます。